プラレールアドバンスやってみーたみゃー。半年ぶりのご無沙汰です、ヒガキンです。ヒガキンって誰だったっけみたいなね、以前から見ていただいた方もですね、お忘れになっちゃってるぐらいちょっとご無沙汰してしまってるんですけれども、この半年間ですね、いろいろちょっと考えるに考えてですね、プラレアドバンスより楽しくする遊び方をですね提案するべく、今回新しいシステムをご紹介しますので、まずはこちらをどうぞ。はい、今回発表するですね新しいシリーズご紹介します。その名もバンアドバンスリンクシステム。どういうものかと言いますとですね、まあプラレアドバンスの車両いろいろあると思うんですけど、ある車両の動きが別の車両にですね動きがリンクしていくというですね、それぞれ別々で走っていた車両がですねそれぞれつながって走っていくような、連結という意味じゃないんですけども、関連性を持って走らせるというですねシステムを今回立ち上げました。どういうものかということがまだ想像つかないと思うので、実際に見てもらおうと思いますので、こちらをご覧ください。はい、アドバンスリンクシステム第1弾の商品ですね、こちらにご用意いたしました。初発表となります。それではご覧いただきましょう。こちらです。連続発射ステーション、ね、連続発射ステーション実際の動きをご覧いただきたいと思います。はい、まず1つ目の列車が入ってきました。自動的にこのように駅に停車します。実はですねここにセンサーがありまして、この前に列車が通過しますと前の列車が自動的に出発します。このようにですねたくさんの列車がですね同じ路線に走ることができるのがこちらの連続発射ステーションになります。はい、では連続発射ステーションに入れたレイアウトを組んでみましょう。はい、連続発射ステーションを組み込んだレイアウトを作ってみました。その連続発射ステーションの周りもですね実は見たことないレールが何個かあると思うんですけれども、こちらは次回以降また、お話ししたいと思います。さて早速ですね列車を走らせていきたいと思います。まずですね内側はですね連続発射ステーションが作動しませんので、こちらは1編成のみ、今日は京浜特線を走らせます。それでは出発進行で、外側のレーンはですね連続発射ステーションが作動しますので、まず1編成で走らせます。ここは2編成で走らせますね。まず中央線を走らせます。出発進行。はい、こうすると連続発射ステーションで中央線が止まります。続いて総武線を同じレーンに列車を乗せて出発します。出発進行。そうするとこちらのセンサーで中央線が発車します。でまた総武線が次に止まります。で次中央線が入ってきますとセンサーの通ると総武線が走るという形になります。それでですねこの京浜東北線の方の視点で見ていただくとですね、このご覧いただけるようにすれ違いがたくさん増えるのがお分かりになりますか。このトラレールアドバンスで一番楽しいところの一つがあるすれ違いですね。これをたくさん見ることができるようになります。はい、というわけで今回のトラレールアドバンスやってみーターミナルはですねアドバンスリンクシステムとそれの第1弾となります連続発射ステーションについて紹介いたしました。この商品はですね、今年の初夏に発売をする予定でございますので、皆さん楽しみに待っていてくださいね。で、このアドバンスリンクシステム、これからこのやってみーターミナルでもですね、どんどんご紹介していきますので、楽しみにお待ちください。それではまた次回お会いしましょう。